柏木育夫は、日本の政治家、和歌山県小坊市長。1964年京都大学農学部卒業後、京都大学助手、福岡県農業試験場を経て、1979年に和歌山県庁に入庁、農業振興課副課長を務める。1992年、和歌山県選出の2回、広衆議院議員の誘いを受けて、市長選挙に立候補し、 カシワギ以外に立候補者がいなかったため、無投票で初当選した。自由民主党所属だった二階は、その後新政党、新進党、自由党、保守党、保守新党を経て自民党に復党するが、カシワギは一貫して二階の支援を受け、五房市長に当選し続けた。なお、2012年までの6度の市長選のうち、4度は無投票による当選であった。 2020年6月10日、人気満了により、ごぼう市長を退任。2021年4月の春の叙勲で、朝日中受賞受賞。2016年のごぼう市長選では、一転、二階、年広の長男で、二階の政策担当秘書を務める二階、都市記が無所属での立候補を表明。2回が立候補を表明した時点では、 柏木は、市長選への対応を明らかにしていなかったが、3月9日の、御坊市議会で7選出馬を表明。2回は父、敏弘をはじめ森山博市農林水産大臣、稲田智美自民党政調会長、小泉慎次郎衆議院議員らの応援を、大々的に受ける一方、御坊市議会議長や世耕弘茂参議院議員が、柏木の支援に回り、 保守分裂選挙の様相を呈したが、柏木が2回を3,500票弱の大差で破り、全国で最多の7戦を果たした。自民党幹部や閣僚をも動員し、徹底した組織型選挙を繰り広げて、長男を支援したにもかかわらず大差で敗北したため、地元、和歌山では、2回王国の落日、さらには、五房市長選で2回都市機を支援せず、自民党所属議員ながら、 柏木を支持した、世耕弘重参議院議員の、二階、俊博の選出選挙区である、和歌山3区への倉替えも囁かれている。ありがとうございます。